岐阜蝶は、蝶木、アゲハ蝶か、ウスバーゲハーか岐阜蝶属に分類される蝶の一種。日本の本州の里山に生息する蝶で、成虫は春に発生する。近年、里山の放棄、開発などにより、個体数の減少が著しい。成虫の前肢蝶は3から3.5センチメートル、海蝶は4.8から6.5センチメートルほど。成虫の羽は、 紅白色と黒の縦縞模様で、講子の外側には青や大々、赤色の斑紋が並ぶ。さらに講子にはお上突起を持つ。オスとメスの外観の際は少なく、若干メスが大きい。禁煙種の姫義父町とよく似ているが、義父町は全詞の一番外側に並ぶ紅白色の斑紋が一番上の一つだけが内側にずれている。また、お上突起が長く、 先が丸いことなども区別点となる。日本の固有種で本州の秋田県南部の鳥見山北陸から山口県中部に至る26都府県に分布する。分布域によって色柄などの地理的変異が見られる。下草の少ない落葉紅葉樹林に生息し、成虫は年に一度だけ3月下旬マイナス6月中旬に発生する。ただし、 発生時期はその年の残雪の量に左右される。オスは、メスよりも一週間ほど早く発生する。カタクリ、ショウジョウバカマ、スミレ類、サクラ類などの花を訪れ吸密する。黄色い花にはほとんど集まらない。ギフチョウのオスは、交尾の際、特殊な粘液を分泌して、メスの腹部の先に塗り付ける習性がある。塗り付けられた粘液は固まって、板状の交尾脳になり、 メスは二度と交尾できない状態になる。幼虫の食草は、馬の鈴草カカンアオイ族のミヤコアオイや、姫カンアオイなどで、卵もこれらの食草に産み付けられる。卵の直径は1ミリメートルほどである。真珠のような卵から孵化した幼虫,は黒い毛虫で、孵化後しばらくは、集団生活をして育つ。 4回脱皮した修齢幼虫は体長3 5センチメートルほどに成長し、夏には成熟して地表に降り、落ち葉の裏でサナギとなる。サナギの体長はだいたい2センチメートルくらいである。サナギの期間が約10ヶ月と非常に長いのが特徴で、そのまま越冬して春までサナギで過ごす。1731年の作とされる国立国会図書館所蔵。 東はぐさ南歩ンには、岐阜町図が掲載されているが、その当時は、西木町と呼ばれていた。吉田隆則が1840年前後に、鈴メスアンムシフで、岐阜町を、ダンダラ町として差し絵付きで解説していたことから、伊藤徳太郎は、動物学雑誌第11号でこの和名を、ダンダラ町とするべきと主張していた。和名は1883年4月24日、 縄安氏によって、岐阜県愚城郡祖市の村で採集されたことに由来する。縄安氏が採集した標本を、石川千代松に同定を依頼し、当時の新種であることが確認された。1887年岐阜町の植草を発見したものには、懸賞金が与えられることになり、当時14歳だった縄梅吉がその植草の一種である薄葉採神を、 谷組村で発見し20銭の検証金を名は安氏から与えられた。1889年4月15日に発行された動物学雑誌第1巻6号に明治22年3月中に岐阜県に採取された鳥類目録としてギフテフという名称が掲載され、その後この呼び名が多くの人に知られるようになった。 1887年横浜市に在住していた、イギリス人博物学者のヘンリー・ジェームズ・ストビン、プライヤーは、日本朝類璃図府で岐阜で採取されていた岐阜町を、北海道の姫岐阜町と同士と発表していたが、イギリスの昆虫学者、ジョン・ヘンリー・リーチの鑑定により、1889年に、新種の岐阜町であると訂正された。1897年に、 昆虫世界第一巻第一号の関東口中で、岐阜町と姫岐阜町の生態観察のスケッチが革命付きで掲載された。岐阜町族属は以下の種に分類されている。シベリアから中国にかけての地域などに分布している。日本では岐阜町と姫岐阜町の分布が明確に分かれていることが知られており、この2種の分布境界線をリュードルフィアラインと呼ぶ。 リュードルフィアとは、岐阜町の属名ルドーフィアである。このライン上の山形県や長野県では、両種の雑種が確認されている。日本には、岐阜町の他にもう一種類姫岐阜町が分布する。岐阜町によく似ているが、全種の一番前方外側の紅白色の斑紋がずれず、他の斑紋と曲線を成している。また、お嬢突起が短く、先が尖っている。 生育環境も、より冷涼な産地を好む。中国東北部、シベリア沿海州、朝鮮半島、日本にかけて広く分布する。日本では、中部地方、関東地方の数県と東北地方、北海道に分布している。日本の個体群のうち、本州産のものは、アシュ、LP ニックスペクタ、北海道のものは、アシュ、LP 損失とされている。 新潟県に問川市、大和小滝の、くも松巻町及び姫木ぎ町生息地が、県指定の天然記念物である。また、群馬県で、天然記念物に指定されている。幼虫は、馬の鈴草かの薄葉最新、奥へぞ最新などを食草とする。ぎふ町は、日本産の町の中でも特に保護活動が、盛んに行われている種類である。国際自然保護連合により、 レッドリストの純絶滅器具の指定を受けている。日本では環境省により絶滅器具ル類の指定を受けている。また、以下の都道府県によりレッドリストの指定を受けている。環境調査のための指標昆虫の一つに選定されている。都市近郊の生息地の虹林の放置による個体数の減少が著しく、ゴルフ場開発などにより生息地の消滅し、 絶滅が危惧されている。絶滅危惧通類日本の以下の自治体の長に指定されている。岐阜町に関して以下の多数の自治体で天然記念物などの文化財に指定されている。ありがとうございます。